どうも今日はこれからすもちゃんライブ始めるんでちょっとその舞台裏的な感じで撮影してます今1時52分で日本だと8時52分なんでもうすぐあと8分後にね始まるんですけどちょっと早く今日準備が終わったんで早くってどれぐらいいつもギリギリまでやってるんやって感じですけどね、まあ、一応早く終わったんでちょっとこの辺映してみようかなと思います。 これ1個目ののカメラのライトを使ってるだけですねでこれはいつもやってる画面ですねこのパソコンでやってこれがマイクでもう一個向こうに照明この間買ったやつですねそして今日紹介するおやつもここに実はあるんですけど、まあ、これはまた後で紹介しようと思いますいつもこんな感じでね「どうもすずちゃん森本です」っていう感じで撮影してました こっちは前も紹介したと思うんですけどリトアニアの住宅街が見えますねちょっと逆光で見えないかなはい今日は護衛道が負けちゃって来場所関脇の陥落がね決まったんですけどどうやら明日も出るっていう話を今開いたら豚子さんが先にチャットしてくれてたんで出るんでしょうかね勢いもちょっと元気ないし来場所大阪場所なんで エイド勢いともに、ね、勝ち越しそして、五栄ドは2桁を勝って大関復帰したらねめちゃくちゃ大阪場所盛り上がるんじゃないのかなと思って期待してますそうだね、まあ、優勝争いはどううななんだろうな正代も結構緊張してきたからどうかわかんないけど、まあ、正代がヒットで2番手に貴景勝と徳,徳勝龍な並んでるっていうような印象です。 僕の優勝予想は何て言っても正代なんでもうここは正代に勝ってもらいたいかなと思うけど最後まで盛り上がる意味では貴景勝も頑張ってほしいなっていうふうに思ってます。では。